2004年パンクラスの道場長にもなっています。伊藤貴文、背負うものは大きい、だからこそ結果が欲しい。さあ第1ラウンド始まりました。5分2ラウンド、ウェルター級の一戦です。右足前シューズを履いているのが伊藤貴文です。さあ解説の鈴木選手、はい、そういった意味では伊藤貴文という選手が一番パンクラスというものを背負ってるかもしれませんね。そうですね、まあ、でもリングに上がったらみんなそれぞれがいろんなものを背負ってますから。そうですね、はい、当然対する背中が見えている倉持にとっても、はい、まあ、前回の参戦は本当に大石にボコボコにされたんですよね。ただですね、非常に粘り強く、はい、それからかなり攻め込む場面もありましたから。そうですね、はい、ただその時の試合もですね、はい、一ついいのが入ってからの展開が変わったんですよ。あ、なるほど、はい、ですからこの試合もちょっとわからないですね、うん、何か一つのきっかけで、お互いのその、パワーバランスっていうんですか、はい、試合中のそれがひょこっと変わりますからね。なるほど、はい、さあまず自分の形作れるのはどちらだ。倉持が片足タックルで倒すようにします。しかし伊藤はこれ腰を張って、しかし上になります。倉持、伊藤が下になりました。上のポジションを取ったのがフリー参戦の倉持正和、まあ、プロフェッショナルシュートの、まあ、初期からの選手ですね。プロシュートでは11戦経験しています。まあ、鈴木選手、伊藤貴文選手がこのところ、はい、キックボクシングですね、はい、プロデビュー、プロライセンスも取って、はい、まあ、あとはスティックもデビューするだけという形にはなっていますが、はい、これはどういうふうに感じますか。なぜそうさせるんですか。やはりいろんなものに挑戦していきたいという姿勢を、もしかしたら自分が先頭になってやっていきたいというのもあるんじゃないのかなと思いますけどね、僕は。あ、そうですか、はい、下からもパンチ飛ばしていきます。倉持は体半分乗り出すようにして上から鉄を落とす。ここでドンとムーブがかかります。戦える位置、このままの体勢で戦える位置に戻って試合再開です。鈴木選手、まあ、いわゆる一つの攻撃で流れが変わる、持っていけるという話ありましたが、はい、ここはまだそこを探り合っているところですね。そうですね。さあ離れがここはうまくいと、いや立てない。こういうのもうまかった、うまいですね。そうですね、はい、逃さなかったのが倉持。やっぱりああいう風にドントムーブでもその後の再開の時っていうのは一つタイミングですよね。そうですね、はい、いいパンチ回して落としていきます。倉持足が少しずつ上に上がってきています。下の伊藤右足、今日は十字を狙って抜きに来たところ立ちたいのかなと思います。はあはあ、ここはちょっとこういうところですね、もうちょっとしぶとくいかないと、この選手はきっちり来る選手ですからね。そうですね、タイプが、うん、これもしっかり倉持が対応して今度はバックに回ります。さあこの後投げに来ますよ、投げに来ますよ、倉持選手。さあその前引き抜くように、しかし腕を取ってリスト、ただ体勢が高いんでちょっと危険ですね、投げられる可能性が大きいですね。腰がちょっともう伸びてる。そうですね、ですか、はい。さあ倉持が後ろから抱えるようにします。もう少しアームロックでプレッシャーかけれると、投げもやめるんですけどね、今もそうですね、なりましたね、はい、その結果。さあここから首相撲ですね、いわゆる持っていきたいのが伊藤です。首をしっかりロックして左の膝が入った。さあここで流れを変えられるか、伊藤パンチを入れています。しかしここも倉持しぶといしっかり低く頭を下げて下からプレッシャーかけるようにします。ショートアッパー、いい膝ですね。そうですね、いい膝入りましたね。いや左ストレート、レフリーが止めた。伊藤貴文マウスピースを投げ捨てます。膝蹴りですね、はい、膝蹴りで